おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。青山茂春氏、総裁選不出馬を陳謝。推薦人残念ながら届かずというふうな記事が出ております。ご自身のインターネット番組で意欲を示してきた当総裁選への出馬ができなかったことを陳謝した。推薦人集めに奔走してきたが残念ながら少し届かなかったと述べたと言われています。 5人届かなかったというふうに聞いておりますけどもね。いや、本当に青山さんにも出馬していただきたかったんですけども、ね、NHK の皆さんご存知の通り NHK がなかなか報じなかったということがあったりして、青山さんが、ね、NHK に抗議をされているということで、その後どうなっていくかもね、引き続き NHK の追求っていうのは続けていただきたいなって思いますし、この後はぜひ高市さんを応援していただけたらなーって個人的には思うんですけども、皆さんどう思われますでしょうか あ、そうですね。ネットの中では気持ちを切り替えて高市さんへの支援をよろしくお願いいたしますという反応もあるようです。で、総裁選のいよいよね、えー、なりましたけども、始まりましたけども、推薦人が20人ずつ出てきましたね。こんな感じで一覧表に分かりやすくしてくださっています。今井戸さんが分かりやすくまとめてくださっていますので、チェックしていきたいと思うんですけども。あ、まずこちらからですね。自民党総裁選各候補者。総裁になったらこれを実現しますということで、 いろんなものを挙げてらっしゃるんですけども、えー、高市さんは日本列島を強く豊かにと言われていまして、小林さんは世界をリードする日本を作ると。で小泉次郎さんは決着と言われていたり、上川さんは誰一人取り残さない新しい日本の景色と言われていたり、加藤勝沼さんは国民の所得倍増というふうに言われていまして、茂木さんは増税ゼロの政策推進というふうに言われていますけれども、ね、他の方々もいろんなあ内容を挙げてらっしゃいますけども、で注目ですね。 で、一人一人見ていきたいと思うんですが、こちら。自民党総裁選2024、茂木幹事長の推薦人一覧ということで、バーッと出ていますね。新藤義隆さんがいらっしゃったり、ね、いろんな方々がいらっしゃいますね。はい、こんな感じの一覧表になっています。で、こちらです。ピーチ太郎さんですけども、結果にコメント。茂木さん、思い切った人材、 抜擢により古い常識にとらわれない改革マインドと結果を出せる実況力を持ったベストチームを作って成長と改革、結果をしっかりとして出していきます。結果にコミットをしていきます。まさかのライズアップという,ふうに笑いマークをつけていらっしゃいますけどもね。こんな感じの発言があったんですね。で石場茂さんの推薦にはこんな感じですね。岩屋さんがいらっしゃいますし、でいろんな方々もね名前が挙がっていますね。村上誠一郎さんもいらっしゃいますね。 で、こちら、下田さんですけども、配信の石橋の推薦に、見事にどうしようもない議員が並んでいる。当然、全員落選を着さねばならないというふうに、厳しい言葉を伝えてらっしゃいますね。で、ザクザクですけども、石橋ル氏が提唱、東京都ポニャンに、連絡事務所が波門、拉致被害者家族が強い拒否感、西岡勤氏、トップ会談で被害者を返す決断を求めようというふうに言われていまして、 しばしげるさん、こういうことをおっしゃったんですね。東京と平壌に連絡所事務所、連絡事務所を開設。いやー、これ指揮者の方々にぜひ、えー、伺って、伺いたいなと思いましたね。で、こちら、河野太郎さんですけども、河野太郎さんの推薦人は、エリアルフィアさんであったり、また、牧島カねンさん、竹見敬三さん、いろんな方々がいらっしゃいますね。 日本を破壊する河野太郎氏の推薦人話にならない議員たちに並んで麻生派のしがらみからだろうが拉致議連幹事長代行の塚田氏が入っているのは大変残念だというふうなあ発信をされていらっしゃいますねえピーチ太郎さんですけども河野太郎さん危機の時には財政を出動させ皆様の生活をしっかり守るしかし平時は財政余力をきちんと積み上げる努力が必要耳障りのいい議論でこの総裁選を 終わらせてはいけない。多くの良識ある皆様はそういう議論を待ってる。俺の言うことがわかんない奴は良識がないという言い草というふうに、フィッサラさんはご見解をおっしゃってられますね。で、上川横さんの推薦人はこんな感じになっていますね。松島緑さん、小泉隆二さん。こんな感じになっていますね。森正子さ,さんもいらっしゃいますね。で、 こちらです。神川洋子氏。一緒に作りませんか日本の新しい景色。総裁選立候補正式表明と。これ昨日の記事ですね。こんな感じみたいですね。で、林吉正さんの推薦人一覧はこちらです。田村則久さんがいらっしゃったり。ね。こういう感じのメンバーが揃っているようですね。はい。で、こちら。自民総裁選小林隆之さん。こちらはですね。 いろんな方々がもちろんいらっしゃるんですけども、はい。長谷保隆さんもいらっしゃいますね。ここに福田達夫さんいらっしゃらないのはちょっと意外な感じでしたね。なんか意図があって載せなかったのか。まあ、ね、なんか狙いがあるんですかね。で、加藤和信さんの推薦日覧はこちらです。はい。このような形になっていますね。小野田君さんがいらっしゃいますし、地味花子さんもいらっしゃいますね。 はい。このようなメンバーのようです。で、えー、こちらです。推薦人一覧に小野田君議員。岡山県選出の国会議員は全員、加藤勝信候補の推薦人となっております。ことをご,ご報告申し上げます。ネットの反応、心中を発察し,します。憲選投票になればよろしくお願いします。というふうに。まあ、ネットの反応ですよ。これ、あくまでネットの反応ですけども、こういう感じで声が上がっているようですね。はい。まあ、ね、小野田君さん、加藤勝信さんを応援する。 岡山県の関連なのか、それとも心からなのか、それはよくね、私はもちろんわからないんですけども、小野田公美さんと高市さんはすごくつながっておられるし、なんかこう、小林さん、小林隆行さんも、小葉ホークさんのみたいなこと、以前、ポストされてらっしゃったと思うので、まあ、いろんな思いとか、いろんな狙いとかがあるかもしれませんけどもね、まあ、これからも、変わらず応援するのは変わりませんけども、このような状況だということをご報告いたします。 で、こちら、小泉慎二郎さんの推薦人一覧ということで、こんな感じのメンバーですね。野田聖子さんがいらっしゃいますし、はい。ね。こんな感じのメンバーみたいです。加藤愛子さんもいらっしゃいますね。で、こちら、介護規制の見直し、小泉慎二郎。今のままだと一度介護をしたらずっと雇わなければならない。ネットの反応、それは公務員だけです。企業のリストラのニュースを見たことないのかな。誰か一般、世間一般の現実を教えてあげよう、このボンボンにと。 ネットの中ででは厳しいい声も上がっているようですねそしてこちら小泉進次郎さん正規非正規の階格差を解消するには一度で取ったら40年という会社の重荷を取り除かなければ非正規が正規で雇用されるチャンスは生まれないネットの反応社員をクビにする非正規を社員にする社員をクビに底辺で格差解消だよねというふうなネットの評価も上げていますねでこちらです小泉進次郎さん 今は人手不足。成長産業に人が行くには、社会全体で雇用する新たな労働市場の形が必要と。専門家の方が、人手不足は介護、建設、運輸など、体力が必要な業界。余ってるのはホワイトカラー。介護規制を緩和するとミスマッチが起きると、病で論破されると。言われてらっしゃいますね。はい。ピース太郎さんの、こんな感じで <laughs>、病で論破されていくスタイルというふうに。 <laughs> 付け加えてらっしゃいますね。ちょっと面白いですね。で、高橋さんの推薦に一覧はこのようになっていますね。杉田美桜さん、高取修一さん、そして中村さんもそうですし、有村春子さんもそうですしね。西田昌司さんもいらっしゃいますし、もちろん山田博士さんもいらっしゃいますね。このように強烈な、あ強力なメンバーがいらっしゃいますけども。 で島田さんが今回の候補の中では高市早苗氏が一番いい推薦人各市の決断を領土するとともに奮闘を期待したいというふうに言われてらっしゃいますでピース太郎さんですけども高市早苗さん本日は自民党総裁として必ず出ておけたいことをお話しさせていただきます政策に関しましては先般の立候補記者会見で喋り散らかしましたのでこれ以上詳しくしゃべるなというお話もいただいておりますから話が長いとか言ったやつにちくりと反撃と言われていますね また自民党を鍛え直す。高さ早苗さん、自民党は1955年に決闘され、来年で70年を迎えます。ここらあたりで一回自民党を鍛え直しましょうよ。作り直しましょうよ。ぶっ壊すとか言わない。高橋さんらしい表現というふうに言われてらっしゃいます。で、唐田さんですけども、高さ早苗氏の総裁選届出番号はなんと1番。東郷元帥の広告の後輩、この一戦にありの言葉を引いた長曽根 高市選対本部長ですね。の挨拶。そして今日本を救えるのは高市さなさんしかいませんとの地方議員代表の挨拶の後、高市さな氏は、この服は3年前の総裁選で敗れた時に着ていたものです。国家間と政策が一致する皆さんと共に今回は勝ちに行きますと必勝と言われていますね。いや、本当に高市さんじゃないと日本は今大変な状況ですね。なんとか頑張っていただきたいなと思いますね。そしてこちらですね。高取修一さんのポストを引用されていらっしゃいますけども、昨日は 国会日程の合間を縫って午前中衆院第一議員会館午後は第二議員会館で高橋七海さんの挨拶周りに同行しました。写真は高橋さん、土井さん、若林さんと。 杉田美桜さんも参加していましたというふうにポストされていらっしゃいますね。カル田さんが、いよいよ日本の命運をかけた戦いが始まる。高市陣営には国家間のある一期当選の議員が集まっている。なぜ高市さなさんでなければならないのかを全国で講演してきた私も身が引き締まる思い。他候補を圧するあの出馬会見。勝手に高市さなさんを応援する会の動画もご覧くださいということで、こちらアカウント紹介されていらっしゃいますね。はい。ぜひこちら、私もこのね、動画を拝見するんですけどもね。ぜひ皆さんこちらもご覧ください。 でこちら、大乱戦、自民総裁選告示、壮絶な権力闘争、序盤は新次郎氏優勢、議員票、党員票奪い合い、激しく争う、麻生副総裁と菅前首相というふうに言われてらっしゃいますね。まあ、序盤は小泉進次郎さんが優勢というふうに、えー、かなり聞こえてきますよね。 ここ、過去にない大激戦。全く予想がつかない。支持者の奪い合いで毎日必死だ。9人も立候補してまともな政策論争ができるのか。党内混乱を晒しを晒して信頼回復に逆行するのではないか。北上前に各陣営からはこんな本音が聞こえたというふうに言われています。で、これまでの取材を総合すると候補者乱立で議員票は割れ、ほぼ横一線の状態のようだというふうにも言われていますね。 自民党関係者は、報道各社の世論調査を分、欠席すると、石橋と小泉氏が約30%との支持で拮抗し、高市氏は15から20%だ。これを党員・党友票に当てはめれば、石橋、小泉両氏は100票強、高市氏は最大80票近くとなる。議員票との合算で、1回目の投票で過半数を獲得する候補はおそらくいないと分析すると言われています。 そして、議員票も読めない部分があるということで、あるベテラン議員は、麻生派を除いて派閥が解消したことで、組織的な指示の取り,と取りまとめが困難になり、選挙戦の想定が難しくなった。当初は刷新感を求めて小泉氏ら若い候補に乗ろうとした議員もいたが、世論は出現一つ、報道一つで変わる。党員・投票は世論に近い。衆院議員は総裁選だけでなく、直後の衆院選でも勝てる。選挙の あせあ衆院議員ですね。失礼しました。失礼しました。衆院議員は総裁選だけでなく、直後の衆院選でも勝てる選挙の顔を選ぶのに必死だ。当然慎重になると明かすと言われていますね。党員、党友票は世論に近いということなんですけども。ねえ、でもどうなんでしょう。石破さんと小泉さんが本当にそんなに多いのかなとかって <laughs> 考えるんですけどどうなんでしょうね。 で、こちらですね。ジャーナリストの鈴木哲夫氏は、間違いなく決戦投票になる。これから激しい支持の奪い合いだ。議員票は多くても50から60票の獲得が上限だろう。世論調査を加味すれば人気のある石場、小泉良氏が党員投票でもトップを争い、高市氏が食い込む展開だ。石場氏、高市氏は国家間が明確で政策論争に強みを発揮する。小泉氏はアピールポイントの若さを未熟と指摘する声もある。議論で対抗できるかが勝負だと語ると言われてますね。 また政治家の有馬氏も議員票の最大得票は60票程度序盤は若く刷新感のある小泉氏が優勢と見るがベテランで安定感がある石破氏に逆転の余地がある女性初の総理総裁の期待が高まれば岩盤保守層の支持が根強い高市氏も巻き返すだろう総裁選では自民党として全国で演説会や討論会を行う自力のある候補に支持が収束されていくはずだと見るというふうに言われてますね ままたキングメーカーカ争いのことも言われてますね。鈴木氏はこう語る小泉氏が総理総裁になればキングメーカーは菅氏だ岸田省や麻生氏は納得しないだろう党改革古い自民党からの決別がテーマだった総裁選だがいつの間にか権力闘争が繰り広げられている総裁選の隠れたテーマの一つは派閥再編だこの現実に国民が気づけば激しいあ厳しい視線を注ぐだろうと言われていますねなるほど派閥再編が 今回の隠れたテーマということですね。本当に派閥というものを作るかどうかというのは別にして、まあ、塊チームが、ね、主流派、非主流派に分かれてしまうということかと思うので、なるほどなというふうに思いました。はい。これからますます目が離せない状況になっていきますけども、皆さんはどう思われましたでしょうかぜひ皆様のご意見などコメントい,いただけたらと思います。というわけで本日はメンバーシップ動画はございません。ご了承ください。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。 推進さんがやっぱり安家動かで回りたいと思います本日はこちら猫は恥ずかしいときは忙しいふりをするらしいということで見てみましょう といかわいいですね。<laughs> なんか忙しいふりしてますねやっぱり。いや別に休むためにやってませんけどみたいな涼しい顔して <laughs> かわいいですね、はい。私も涼しい顔します。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。